背中気になるってことなんですけど、はい、どの辺とかっていうのありますか？あ、なんか背骨のラインかな、うん、あ、はいはい、なんか常に痛いわけじゃなくて、はい、ある時急にピキって痛くなる感じですか？はいはい、なるほど。腕がね、すごい腕、ね、ボリボリですね。今も乾燥してるからちょうどいい、ね、ああそうですね。なんかやっぱ背中って自分の手で届かないからケアしづらいじゃないですか。確かにそうですね。みんなどうしてんだろう、そのボディクリームの。ああね、どうしてんだろう、ね。ゴリゴリする。そうなんですよね。うわすごい痛い、そこ。うわ痛い。痛かった。いや、だいぶ傾いてもね。ぼやっとしてしまってるんですよね。あ、うん、やっぱりこう体のしなやかさがなくなっちゃうと、うん、体型もちょっとね悪くなってしまうので、ね、体重増えてるわけじゃないのに見た目だけが変わりますね、うんうんうん、そうですね。やっぱり背骨も固まってるというか動きが悪い感があります。なんか言えない痛みというか。そうですよね。まあ、結構意識的によく大きく反らすとか、曲げるとかひねるとか、あ、うん、まあその丁寧にねお体のこう椎骨をくっつけないようにっていうような、うんうん、しなやかさを保つようにっていう。運動というかね、ストレッチとかしておかないと、うん、まあ、錆びついちゃうんですよね。やっぱり。うん、体が緊張してると内臓面とかもね、うまく動いてくれなくなったり。するので、それでも
お腹に張りが出てきたりとかってことにもつながりますね、うん、筋肉使ってないと内臓の位置も下がったりありますし、はい、なんか結局部屋が汚くて何もできないみたいな、あーでも一回そうですね、わかります、そうですね、はいはいはい、確かに、でもなんかちょっと鬱だとやっぱね、うんうん、片付けられないよね、わかります、そうですよね、最低限の家事やるのでいっぱいいっぱいみたいな、確かになるほど、お皿を洗うとか、はい、こうするだけで、はい、はいはいはい、なんか散乱してるものを整理してた、まあ分かる、気力体力がね追いつかないというか、そう、まあ、結構ちゃんと頭が働いて体が動かせてっていう状況じゃないと片付けとかなかなかできないですよね。なんか意外と どれがいらなくてどれが必要かって、うん、ジャッジができない時期が、うんうん、わかります、なんかなんかこれ必要だろこれ必要だろって、ね、ああ溜まっちゃうんですね、ね、そう、うん、もうそっからなんだよな本当、あなるほど、で狭いと余計身動きになる、うん、そうですね、余計動きが最小限になる、そうですね、外出かけるっていうのも結構またね身支度しなきゃとかっていうのがねハードルありますしね、そうですね、なんかやっぱウォーキングってそんなね使う筋肉と使わない筋肉、まあそんなに使わないですよね、そう気分転換にはなりますけどね、なんか腕振ってあるの、うんうん、なんか恥ずかしい、まあ分かる分かるめっちゃやる気ある人みたいになるのもね、そうそう、それが正しいウォーキングなんだろうけど、ちょっと目立ちそうでね気が引けるみたいなね、冷たさもありますね、肩、首に関しては、うん、もしかすると今結構このおもとがあったりストーブつけてたりで体温まってるけど、うん、全体的にもっと冷えてたのかもしれないですね、そうかも、結構お尻も冷たいですし、うんうん、顔周りとか手のひらだけあったかくて、うん、あとは冷えてたりとか、あ顔周りあったかいとちょっと自覚としては暑いになっちゃったりするんですよね、そうだからよくよくなんか、お顔とか触ると冷えてたりする、そうですね、ちょっと自律神経に来ちゃうとそういう温度ムラができるので、うん、正しい対処が難しくなりますね、うん、感覚は暑いからつい薄着しちゃうとかね、体感めっちゃ熱いっていうか、うん、まあ、ちょうどいいみたいな、うん、今の気候が、いや、だいぶ硬いっす、やっぱりちょっとあれっすね、後ろに下がっちゃった感じがありますね、こう前進できてたんですけど、うん、うん、またちょっと、まあ、やっぱ変わるもんですね、そんな間開けてないのに、うん、いやだってね金縛りに合ってますからね、金縛りはガチガチになるっしょ、ね、結構ドキドキはあ、みたいな、うん、なるもんね、あーくすぐったい、あーですよね、そうね、やらなかったらまたどんどんひどくなってくるっていうか、うん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 、冷たい温度ムラがすごい、はあはあ、
足を上げますね。はい、失礼します。もうこの動きもね、うん、いいですもんね。痛いですね、ゴリゴリ。ちょっと辛いですよね。肩も痛いしね。首も硬いしね。でもね、あの波も流れていってるので、うん、まあ、痛いけども、うん、っていうのでもだんだん和らいでくるものなので最初が一番きついっていうね、とにかく。そう、この脇も硬いですもんね。
じゃあまっすぐにいいですか、首の方。はい。かかとを、はい。じゃあまっすぐにいいですか、首の方。はい。かかとを、はい。首がね、だいぶ良くなくて、え、そうですか、痛くなかった、あ、そう、結構こう触っていくと分かりやすいこと思うんですけど、ここすごいくぼんでるんですよね、トネックになっちゃってたりとか、はい、そうね、金縛りの時変な方向曲がってたから確かに、ダメージ受けてるかなと思いますね。初めてのパターンですね、首は。さっきよりは伸びました。うん、ただ、やっぱりまだここあるので、ここ寄ってしまって、シワができちゃってる状態なので。お疲れ様でした。久しぶりのセオイルいかがでしたか？めっちゃ気持ちよかった。毎回オイルやりたいって思うぐらい。ああ、気持ちよかった。あ、よかったです。そう、蒸しタオルも気持ちいいですよね。そう。やってたよ。このリラックスが。よかったです。ありがとうございました。はい。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。モーハさんはね、今、インスタグラムお仕事の依頼とかもできるんですかね。はい、でも、はい、モデルさんでされてますので、はい、はい、みことや3510という、はい、まあ、ももさんっていう、当時ね、7年前とかに、そう、時は、その名前だったので、そのまま引き継いでるんですけど、改名して。改名をされてるんですね、はい、実際には。そうなんです。はい。よかったら、ぜひ、チェックしてみてください。はい。で、ではまた、See you!